皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は富士見6代目マーク2の完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで、全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り、2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。C4 製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで一周、表面を一皮むくといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの彩目で一周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ、バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にテールとホイールを仕上げていきます。この時代あたりからテールなどが二重構造になってきたかと思いますが、このマーク2も同じくリフレクターが奥まっているようなデザインになっています。なのでテールは表面からは一切塗装はせずマスキング、裏面のみで完結していこうと思います。塗装の順番としてはまずはリフレクター周辺の枠以外をマスキングしダークレッドで塗装、次にウィンカー部分のマスクのみ剥がしクリアオレンジ、次にウィンカー部分をマスクしストップランプのクリアレッドを塗装、最後にバックランプ部分のマスキングを剥がし完成です。 3D 出力したホイールとタイヤは積層痕を除去し、タイヤにはエボブラック、
ホイールにはクロームシルバーを塗装しました。続いてウィンドウの黒セラミック部分とサイドモールの塗装です。このキットは古いキットなので黒セラ部分のマスクシートが付属していません。ですので自力でマスク処理を行います。ウィンドウをボディにあてがい、黒セラとなる部分をマジックで印をつけていき、裏面からマスキング、曲線追従型のマスクテープを使い枠を作ったら、幅広タイプのマステでマスキングです。サンルーフパーツは角部分にサークルタイプのマステを使用しながらマスク処理をしました。サイドモールは直線的なのでマスキング処理は簡単です。問題はバンパー部分、ここはざっくりマスクし、デザインナイフでカット。塗装したい部分を露出させていく方法でマスク処理をしました。デカールを貼り付けている箇所は小さくカットしたティッシュをマステの下に1枚かましてからマスク処理です。これでマスクを剥がした際にデカールまで剥がれてしまう事故をなくすことができます。塗装はガイアノーズのヘボブラックを使用。しっかり塗装した部分を乾燥させてからマスキングテープを剥がし完了です。はみ出てしまった部分はコンパウンドと綿棒で整えていきました。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。メッキ調の塗料はフォーアーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料を流し込んでいきます。ついでにボンネットやドア部分などにも墨入れをしていきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現としてフォーアーティストマーカーのシルバーを使用し、モール部分を塗装。最後にモール内側にはフォーアーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。次に外装パーツを仕上げていきます。まずはピラーやダクトに、サイドウィンドウワイパー部分にはエナメルのセミグロスブラックを塗装。サイドのモールは上部がメッキモールなのでマスキングをし、フォーアーティストマーカーシルバーで塗装しました。ヘッドライトのリフレクターとルームミラーは長谷川のミラーフィニッシュをカットし、3箇所に分け貼り付けていきます。綿棒でしっかりなじませながら貼り付けていきました。レンズ類は裏面からシルバーを塗装し、透けを防止し、縁はフォーアーティストマーカーブラックで縁取りです。さらにヘッドライトとリアテールにグリルはフォーアーティストマーカーシルバーで塗装し、メッキ表現をしておきます。最後に仕上げです。まずはボディに対しウィンドウとルームミラーを取り付けたらシャシーと合体。サイドシル部分のメッキモールは長谷川のミラーフィニッシュをカットしたものを貼り込んでいきました。コーナーランプにはシルバーを入れ、ホイールアーチのメッキモールにはフォーアーティストマーカーシルバーを塗装です。リアコンビネーションに社名プレートを取り付けたら完成まであと少し。今回のキットはターボグレードなのですが、ホイールはグランデ専用のものが良かったので自作しました。ポリキャップもジャストフィットで取り付けることができ、トレッドや車高も考えて製作したので完璧なフォルムとなり大満足です。超音波カッターで開口したサンルーフもバッチリフィット。ヘッドライトのバルブ部分はあらかじめ穴を開けておき、インセクトピンの頭部分を取り付けました。続けてレンズ類やマフラーエンドなどを取り付け、
ドアノブを4アーティストマーカーシルバーで塗装します。最後にキーシリンダー部分に配給パーツのマイナスモールドを取り付け、モデリングワックスで軽く磨き完成です。超音波カッターのマジカッターが届いたので練習がてらこのマーク2のサンルーフを開口してみました。使用した感想は驚くほどサクサクカットできるツール。もうこれでドアやボンネットの開口に時間を割くことはありません。取り回しもシンプルなので場所も取らずとてもいいツールを手にできました。肝心のキットは子供の頃何度か作ったことがあるキットで、当時はおじさん臭い地味なプラモデルだなぁなんて思っていましたが、いざ数十年の時を経て制作してみるとプロポーションは最高ですし、パーツ構成もシンプル、車高などもノーマルで作るなら調整不要で簡単に制作できるキットに思い出が更新されました。小さい頃はよく見るけど地味だなぁなんて思っていた車が、今では色褪せない名車として輝いて見えるんですから不思議なもの。爆発的に売れたというのも納得の一台です。足回りだけグランデ仕様にした81マーク2、シャキッとしていてかっこいいですよね。これにて完成です。ぜひゆっくりご覧になっていってください。ご視聴いただきありがとうございました。